どうも、今ね、夜中の生配信中なんですけどもね、ニコ生中にちょっと腹減っちゃって、コンビニで買ってきました。こちらの一平ちゃんですね。屋台の一平ちゃんらしいです。今回はね、しっかりと楽しんじゃおうかなと。はい。もうすでに茹でてます。で、まずは、でもなんかペヤング以外のなんかカップ焼きそば食うの久々かもしんない。なんか配信中にたまたまそういうなんか焼きそば何が好きだろうみたいな話になって、ふりかけもこれもがっつりかけちゃいます。なんか正直2分ぐらいでええよな、なんなら1分半とか。全然俺は短めで片面で食べちゃいます。これをねこうかき混ぜて食うわけよ。あーうまそう。あーいいね、このソースがかかってるんかかかってないんか絶妙な、この白いのとちょっと茶色いのがこの混合してる部分好き。いただきます。あーなんでこんな美味しいんや。でちょっと今回ねこういうものも持ってきました。焼きそばにはもやしでしょうと、もやし、ゆでもやしを豪快にまぶしていくっていう。これはもうレンチンしただけなんでめっちゃ簡単です。はい、こんな感じで。すごい、麺よりももやしの方が太いわ。カップ焼きそばってでもなんか肉とか入ってないのになんでこんな美味しいんやろな。うん、このええわ、質素な感じ。うん、シャキシャキんで、美味しいねこれ。ええー、な、なんか何もでもあれやんじゃけど、やっぱ細麺っていうのがええよな。カップ焼きそばこうズルズルすれるっていうかさ。うめえ。 いいね、やっぱ夜中に食う焼きそばは。
うん、やべ、今俺5分ぐらい喋ってなかった。あれなんですよ、なんかコメントを読んでる生放送にこんな感じで、あのちょっと飯食ってるくるわって動画流すんですけど、いつも自分の声とか入ってないね。でみんながこの一生懸命なんかコメントもねしてくれてんだけど、このイボビステスでマイク入れてこの映像を消すと、映像を消すとね、多分なんで止めんだよみたいな来ると思う。ほら聞こえます皆さん、ごめん今俺飯食ってたわ見てたのに今飯食う動画撮ってた、約束食う動画撮ってたわ。うん、悪いなみんな、クソ荒らされてんじゃん。飯食う動画撮ってた。ああ、よいしょ。という感じです。ちょっと最後のね、このアッペイちゃんのもやしアレンジ一見書き込みますわ。ちょっと若干荒れてるんですけども、まあ、通常営業というかこんな風にいつも僕は深夜に配信しながら動画撮ったりしてます。はい、そんな、動画撮影中の、まあ、ちょっと一服タイムというか、はい、ご飯タイムでした。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。